結局、いただき女子って何なんですか簡単に言ったら、はい、3段階ある一、オジにリリコミットをする 2, 丸2魔法をかけるお金をいただけるただの三、アフターケアアフターケアしなきゃいけないことをしてるってことねあそうですよ最高いくら一気にこうドガンでもらったことあるの670万とから670万一気に振り込んでもらったの、はい、ちょっと待って,てそれさ知り合いから借りた金が670万円でってさホの話なの もうやっぱ人騙してんじゃんじゃお前えそれはだってホストクラブで使うって言ったらクソクソじゃんお前やっぱり言わない気を使って、うん、<laughs> お前クソすぎる<で>はいでまあこちらのね皆さん方ねリリーちゃんホームレスでしたっけリりちゃんホームレスはいなんか情報商材売ってるんですよね頂き女子を作った方っていうことでツイッターで有名なんですよ、うん、で頂き女子私もやりたいっていう人から毎日連絡が来るんでしょどれぐらい今まで購入者がいたの何人ぐらい 2000人以上いただき女子としておじからお金をもらったのはいくらぐらいの大体2年半ぐらいいただき女子やってるんですけど、はい、計算してないんですけど大体で2億以上って <laughs> やばくないみんなこれお前でもちょっと待って 2>,、はい、2億円をさ人からもらってるわけじゃないですかそれは収入としてちゃんとやってるの、はい、何の話ですか <laughs> 確定申告的なやつだよ何の話にしてあげるんですかお前お前脱税してるのそれ うん、うん、絡まないでくんない?何。何何の用があるの?あれ。え聞こえない?え。えいや、こいつさ、ちょっと裏で喧嘩したんだよ。<laughs> 大の音 <laughs> いや、でも、マジムがつからで、ね、まあ、それ話すわちょっと。このクソ <noise> これ、まいまいです。あ、顔出して、とりあえず。顔にも出せなくて。うん。あ、そう。てか、何の用話絡まないでくんない?。なぜですか?。 えお前もなんか言ってたじゃんんん俺にでで絡んでくんのえ動画出さないでほしいなと思って、うん、いや無理だってだってお前犯罪行為してんじゃんえなんで犯罪行為してる人をさらしちゃいけないの<え>でお前なんかさ俺が勝手にまあていうかねちょっとリスナーに説明するとまずこの人のね動画を撮ろうとして、まあ、約束してたんですよで頂き女子っていう実態に迫るみたいな動画を撮ろうとして、まあ、約束したんですね でまあとりあえず動画を上げていい許可を得てたんですよ。てか撮影許可をね。で、撮影しますってなった日に、まずこいつはドタキャンしたの。まあ、で、それはじゃあいいとしましょう。で、2回目で、<coughs> まあ普通にドタキャンせず来たんですよ。で、今、まあ、いろいろ頂き女子っていう、まああるんですけど、コンテンツが。で、それについて話をしてもらったと。で、その後急になんか、ビビったのか何なんのか知らないけど、なんか上げないでくれとか言って、いきなり言ってくるの。はい、動画を。 で、俺なんかホテル代とかも、あの払ってるし、で、時間もかけて動画撮ったのに。いきなり、払わない、あの、えっと、動画を上げないでくれと。で、動画を勝手に上げたら、警察に通報するとか、なんとか言ってたから、じゃ、どうぞお好きにしてください。僕は動画上げますねって言った話が終わったんだけど。え、まだ何の話があるの?。警察に行くんだよね。行けばいいじゃないですか?。警察に行くというか、あの、動画出さないでほしいっていうことをもう。い,いええー、っと、もう、それは、僕は飲みません。 なぜならあなたがそんな言い方をするんであれば僕はあなたの犯罪を告発しますで皆さんね動画で出すんですけどこの人は脱税してますで普通に犯罪者ですはいもう僕はそういう言い方しますからねお前が先に喧嘩をってきたんだぞえ喧嘩をったつもりはなくてああじゃあそうなんですかまあ、えっ警察に行きますねっていうのさ普通に脅しじゃありませんでしかかももも何にもならないから、ね、何にになななならららいいねと 分かってないかもしれないけど、脅しのつもりで言ってるよね。動画を上げるんだったら警察に行きますってさ、完全に脅しじゃないですか。一旦動画を出さないでほしいってお願いしたところあの、それは無理って言われたんで、うん、はい、無理です何をも。何を言われても無理です。絶対出します。あなたが犯罪行為をしてるからです。ね、脱税1億5000万してるからです、ね。青汁王子と一緒ですよ。普通に捕まりますから。 はいいいだかかから出ししまます<ー>いいですでわりましたもう僕にそうやって言ってくる人には僕は容赦しませんからねこの人がやってることっていうのは動画で全部話すんで話してあるんですけど頂き女子っていうのははっきり簡単に言えばですねお金を持ってる人をね言葉巧みに信頼させて騙してお金をいただくことですそれをこの人はですね信頼関係構築とかいうなんかすごいいい言葉に変換して で信頼関係を構築して嘘をついてお金をいただくっていうことを言ってるんですよ。でそれをなんかみんなに広めたいらしいんですよ。いやでもそれってさ単純に嘘をついて信頼関係を築いてお金をいただいてますよねって話なんですよ。いいいただき女子っていうのは違いますか私は違,違うと思います。じゃあどう違うんですかあなた言ってましたよね動画でえ。嘘をついてお金をもらっているとなぜ嘘をついてお金をもらっているんですか 例えばじゃあ借金もしてないのに借金して今困ってると相手に伝えて相手からお金をいただくわけじゃないですかそれがいただき女子じゃないですかそれはじゃあいいことなんですか悪いことなんですかそれを信頼関係構築とは言わないんですよわかりますめちゃめちゃ自分にとって都合がいいこと言ってるのわかる人を騙してるんだよお前はいただき女子っていうのはうまいような言い方してさね孤独なおっさん見つけてさ 私しかいないのよみたいなアピールして、あなたのこと理解できないあな私しかいないのよってアピールして、信頼させて、嘘をついてお金をもらう。これ何が信頼関係構築なの騙してるだけじゃん。違うの。で、それを、ね、お前はペラ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 ,ペラ動画で話してしまったから、動画を上げないでくれって言ってるんでしょじゃあなんで自分の言ってることが正しいのに動画上げられたくないんですかわかってるからですよね。自分がやってることが。 犯罪行為なのが。思ったふうに喋れてなかったなと思ったからです。えっと、思ったふうに言ってのはどういうことですか。私が伝えたかったことを伝えられなかった。うんうん、だから、それ、何なんですか。じゃあ。信頼関係構築だとしたら、今説明しましたよね。信頼関係構築ってか、相手に思いやりを持って発言する。 相手に思いやりを持って発言するんであればなぜ嘘をついてお金をいただくんですかそれ思いやりなんですか嘘をついて相手からお金をもらうことは思いやりなんですかいやーてかもうマジムカつくわもう今日編集して明日動画出しますマジで、まあ、ありえねえわほんとこいつうんまあ見ればわかる動画でめちゃめちゃひどいこと言ってるからねまあじゃあもう話ないようなんで切っていいですかあ,、まあ動画出さないでほしいっていうのを最後なのでまあ警察に行くなりな何ないしてください 僕はまず、最初に許可を得てるんで、はい、それは、ね、自分が犯罪行為の証拠となる証言をしてしまったからといって、動画を上げないでくださいは通りませんよ。じゃ、顔のモザイクだけお願いします、はい顔。顔のモザイクをすればいいんですね。分かりました。顔のモザイクはします。顔のモザイクとか、いろいろ。はい。<ん>何、何ですか?。てか、まず税金払ったら、なんで払わないの?。 税金払います。ええー、今までの払うんですか。一億五千万ぐらいあると思うんですけど、税金払ってないの。どうやって払うんですか、今から。守って、稼いで払います。無理に決まってんじゃん。今払うんだったら、三億稼がないと払えないよ。だって、今から三億稼いで一万。一億五千万の税金、またかかるんだから。三億稼いで、やっとゼロ円で、お前の手元に残るのが。分かりました。した無理に決まってんじゃん。 はい、さよなら。人騙してお金儲けやめてくださいね。<noise> まあ、この人はですね、いただき女子を作ったで、ね、あれ、なんかツイッターなんか変わってるな。<laughs> ツイッター変わってるな。いただき女子を作って、えー、今まで約2億から3億をですね、稼いだ女性です。モザイクかけなくていいうん。で、この人は、 そのいただき女子のやり方とかいう情報商材をですね、売って、で、金も稼いでます。やばいよね。大犯罪者を僕は言葉巧みに釣り上げました。仲良くしてるふりして。もう許しません、こいつに関しては。いや、こいつ本当にやばいからね、マジで。これやばくないこいつのツイート。これこれさんと動画撮るもとき、信頼関係構築の大事さを伝える。 だったけど、税金払わず騙して金いただいてる、いただき女子という女として YouTube 動画上がると思います。炎上するのかな投稿やめてほしいんだけどな。いや、あのね、ほんとこの通りだから。何この信頼関係構築の大事さを伝えるって。何言ってんのてか、いただき女子とか普通にクソでしょ。いや、本当にひどいからね。いや、もうマジでなんか警察に行くだなんだとか言ったあたりから、もうプッチン切れましたよ、僕は。お前らマジいい加減しろよ、本当に。いただき女子マジで。 お前らがさ、まずさ、なんでさ、自分たちがやってることが悪なのに、それをダメなことだよって言ってるやつに対してこんなことが言えんのお前がマジで無理なんだけど。いや、本当に。こいつも頂き女子だよ、結局。え、何が無理なのお前らさ、人騙して金稼いでんじゃねえかよ。じゃ、嘘つかずに金稼げよ、嘘つかずにさ。な、できねえんだろ結局、言葉巧みにさ、孤独なおっさん。おい、この古事記どもがよ。お前ら頂き女子マジで公開処刑してやるからな、全員。あ,あ、いだいも含めて。 いや、働けよ、じゃあ、普通にさ、自分の違うマジでさ、金持ちの孤独のおっさん騙してねえでさ、やってみろよ、じゃあ、できもしねえくせによ、お前。え、マジでムカついた。いただき女子全員が俺に喧嘩売ってくるんだったら、マジでこれできなくしてやるからな、本当に。ありえねえだろ、お前。いつまでもな、こんな犯罪みたいなことがな、いつまでもできると思うなよ、本当に。だ騙されてるバカな親父目覚ましさせてやるから、俺の動画で。ほんと、ふざけやがって。バカじゃねえ、脅迫とか言ってるやつバカすぎ。ね。 え人を殺すのをやめさせてやるからなって言って脅迫になるのやばいな。それと一緒だからね。犯罪行為なわけじゃん。やってることは。ね犯罪行為を止めようとしてるのに何が脅迫で意味わかんねえから。いただき女子をやめさせるから。おめえできなくしてやる。本当に。いただき女子を。できなくします。いただき女子を。もう。いや、俺、少なくとも俺が動画を上げると、あのー、目が覚めるおっさんいるから。で、しかも、いただき女子を作ったと言われてる、あの代表者が出るわけやから。まあ、ちなみに、あのー、 このリリーちゃんはホームレスってやつさっきいたじゃないですか。の DM の中身を見せてもらって、いろんな人がいただき女子やってたんで、もう全員晒します。もうそれも。もうモザイクかけずで晒します、全部。もう許さんわ、ほんまに。リリーちゃんは少し前にお金をもらうためのためだけに、えー、おじさんの前で階段から転がって歯を折って治療費を奪い取ってました。他のおじさんからもその治療費としてお金をもらってましたね。そういうことしないとお金がもらえないんだ結局。 そう、こいつ歯がねえんだよ。前歯が。差し歯で。ああ、そうそうそう。で、これ、<laughs> そう。ちょっと動画のネタバレになるけど、あの、頂き女子にお金をあげる人のことを、おっさんとかおじさんとか言わないよ。おじって言うよおじって。<laughs> そう。おじって言うんだよ。で、これは、年齢関係ないの。例えば、20代でもおじっていうの。パパ活とは違うの。パパ活、いや、パパ活より悪質。なんでかっていうと、パパ活ってもう分かってるじゃん。条件があるじゃん。 例えば体の関係だったりとか、まあ、じゃあデートでこんだけみたいな。こいつらがやってることは違くて、あのまず最初にあいつが言ってた信頼関係構築っていうのをするんだよ。まあ、要は、あなたには私しかいないんだよって思い,思い込ませるの。孤独な人に。うん、趣味も何もないような孤独な人に。で、えー、嘘をついて、お金に今困ってると。相談するわけ。で、この方法もちょっと悪質なんだけど、いろいろなパターンがある。まあ、それは動画であの公開するわ。で 騙さされたおおじさんがお金を振り込むか手渡し。で、リリちゃんってのはね、200万とか300万を一気にもらってます。で、これ、もう完全に贈与税ね、かかってます。110万から。で、プラス、脱税。なんの金って頂き女子でおっさん騙して金稼いでんのおっさんからもらった金。いや、だからすごいんだって。こいつ、頂き女子のボスなんだって。本当に。 だから言ったら、架空請求業者のボス、いや、違う、麻薬販売してる大元を釣り上げたようなもんだよ、今回俺は。あー、これとかね、みんな。だこういうのだって、いただき女子。これ、まるまくん全く LINE 返信返せ、えー、実は先月引っ越したら支払いとか結構あって、携帯料金払うの忘れて,て今止まってるんだって。まるまくんと連絡取れなくなったことは一番寂しい。一日でも早く携帯復活して、まるまくんと連絡取れるように頑張るね。なるべく、携帯料金払おうね。でまあ、こういうやり取りをして、 結局、お金をもらったのこれは。携帯料金でいくらなの ?3 万円くらい。わかった。15時くらいに相対するから、その時に口座に3万円振り込むから。ああ、で、これあった。あの、ノウハウで。え、でもいいのあの、そこで、ありがとうって言わない。一回引くんだって。一回。一回引くっていう。うん。そうそう。これ、これもノウハウであったよ。ほら。で、俺は〇〇の男やでって。うん、バカ。これバカな男。ね。金はあっても、趣味もなくてね。 なんもなくて、女に構ってもらえない、心はいつまでも童貞な、寂しい、孤独なおっさん。まあ、また20代が、この、いただき女子に騙されんねん。いや、そうなんよ。で、みんな、これね、なんでいただき女子が今、めっちゃ、裏で流行ってるかっていうと、会わなくてもいいからなんだよ。めっちゃコスパいいって思わないみんな。パパ活女子ってさ、あの、普通に、お、要はおっさんと会ったりとかさ、デートしたりとか、まあ、その、体の関係持ったりするわけじゃん。で、金を。 もらうわけでしょこれ合わなくてもいいんだよ。で、これがずーっと流行ってんの。知らないだけで、みんなが。だから、これはいかんなと思って、俺は、頂き女子の、大本の、さっきの、リリーちゃんはホームレスってやつ、これ、これ、こいつが流行らしてんの、頂き女子っていうの。こいつが、頂き女子って言葉作ったんよ、そもそもがね。リリーちゃんはホームレスってやつが。で、こいつがちょうど、なんか俺の配信を見てたから、なんかこれリスらしいんだよ、どうやら。まあ、これリスっていうか、まあ、俺の配信をたまに見てんだって。で、俺は計画を立てたの。 この犯罪者をどうやって洗脳しようかと。要は動画でインタビューに持っていくるにはどうしたらいいかと。で、俺は考えたの。こいつと定期的に絡もうと。で、俺放送で結構出してたじゃないですか、この人。で、放送でいろいろ絡んで、相手の心の隙間に入ったわけですよ、俺も <laughs>。相手の心の隙間に入って、で、 ちょっと話してくれよと、頂き女子すごい。で、俺、あの、最初にこいつに言ったの、いや、頂き女子マジすごいね。お前、お前天才だよ、お前、マジで。って。お前、超天才やんって。お前、才能の塊にはね、いや、むしろちょっと教えてほしいって。そのノウハウを。お前、マジ、天才やからって。で、俺も天才やし、お前も天才やし、天才の情報をちょっと焦がしちおうや、みたいな適当なこと言って、動画をね、撮影することに成功したっていう。これもいわゆる信頼関係構築やね。言うたら。で、こっからどうするかっていうのは、もうその人次第。俺は別に金を奪うわけじゃないから。 こいつらはそれをやって金を奪ってるわけ嘘をついてしかもで、俺はこいつらの悪事を暴,、ね、暴露するためにそれやってるから